はいどうも、えー、サし子のございますサし子ミュージックへようこそ、まあ、今日はギンナンボーイズのライブ見に行ってきました、まあ、ギ,ンギンナンボーイズのライブ見に行ってるのにもかかわらず何せかクロマニオンズの T シャツでございますがそんなのは置いといて、まあ、まずはね買ってきたもの紹介をしようと思うわああこれ俺の財布やなはい、えー、T シャツ最新の T シャツですねこう峰田さんのかお花とネタということでね あのまあ、欲しい T シャツいろいろあったんだけど、まあ、あんまりお金、ちょっと無駄遣いも良くなかった、まあ、無駄ではないんだけどね、ちょっとお金があんまなかったんでね、まあ、この T シャツにしました。これ4500円ぐらいだったかな。はい、で、ポスター、はい、僕、ポスター大好きで、まあ、大好きなんだけど、全然飾る場所、まあ、まあ賃貸なんで飾れないんですよね、画鋲とかもさせないし。 まあ他にもい,い方、まあなんか養生テープで貼ればいいんだと思うけどもね、はい、ポスター買いました。これ500円ぐらいだったかな。これはね、すごい。インナンボーイズのレコードバッグ。まあ、これをも、ね、タワレコとかディスクユニオンとかそういうい中古レコードショップに行って、これを使うことによって、まあ例えば原付で行ったとしても、これでまあぶら下げてレコードを持って帰れるというね優れものでございます。これはまあ実際ね使っていこうと思いますわ。 はいまあ、今回はですねやっぱ銀杏ボーイズね生で見るのはほんと初めてでしたいや良かったねライブは良かったうんで CD 券番号あの番号が、まあ、嫁コンさんと一緒に行ったんだけど2番と3番だったんですよだからもう最善もう目の前にねミネタがいてねほんとかったもうかっこよくて仕方がなかったもうずっとつばペッペべペッペ,ペ,ペも入っててね良かったあの瀬戸リはねまあ、し 新しい曲、古い曲、なんやったら Going Steady 時代の曲で銀 u i n g l a ではやってなかった曲を今やるっていうのはね。あのフレンズっていう曲があるんですけど、ゴーイ n g s の曲で。それをね、ライブでやるとは思わなかったんで、驚きですね。いやで、あとね、個人的に曲で良かったなっていうのは、まあ、もちろんいっぱいあるんだけども、 まあなんとなく僕たちは大人になるんだもんね。やっぱアンコールアンコールでやってたけど、いやーあれね、なんかしみじみ思っちゃったね。あと東京東京これヨーキングさんと一緒にコラボしてたんだけど、これね、東京ね、めちゃくちゃ良かったんだけど、後ろにね、まああの、そのベイビーベイビーやってる時に、まあもう客がみんなブワーって前に行くじゃないですか。まあなんだかんだ。で、それでね、後ろにいた客がね、 うるさくて、ぶち切れてしまいましたね。いや、あのね、別に歌うなとは言ってないんですよ。合唱するのもいいと思うんだけども、いや、声量ちょっと違うだろうって俺思っちゃいましたね。お前のカラオケ大会を聞きに来てるわけじゃねえんだぞと。いや、なんか、もちろん俺みたいにさ、まあ俺もさ、もちろん歌うけどさ、一緒に熱唱するけどさ、なんて言うかな、その、あの、適正な声量ってあるじゃないですか。それをね、 守らずね、もう見ねたよりうるせえ歌声で歌ってたからさ、まあ音痴な歌をね、聴いて、だからもうあまりにもね、腹立ったからもう前のめりで聴きました、もう。前のめりすることによって、その後ろにいたおっさんの歌声を聴かずに済むっていうね、まあそういうので、まあ嫁ンさんはまあ残念ながらね、ちょっと後半のバンドセットの時はもう、後ろにそのめちゃくちゃ大声で歌うやつがおったみたいだったんで、あんまり楽しめなかった、楽しめなかったみたいなんだけど、まあ前半はまあ、聴けてよかったなっていう話をしてました。はい。 あと、何やったっけな。漂流教室とか、ナイトライラーとか、あと、ノーフューチャーノーくらい。もう、ここら辺の曲がね、やっぱ、高校時代の、やっぱ青春時代を覆って、なんか、思い出しましたね。自分が放課後に自転車で乗りながら、まあ、ブルーハーツとか、銀弾ボーイズ、クロマニオンズとか、あと、エレカシとかさ、ほんと日本の、 ノックバンドを聴きながら書いてた時代をね、思い出して、ちょっと言葉繰り返してしまいますけど、ちょ,ちょっぴりですね、おセンチなね、気分になってしまいましたね。でもそれがいい。うん。いや、だからね、ライブ全体的にはね、ほんと良かったんですよね。一曲目のね、銀河鉄道の夜もやってくれて、そっからね、若者たちとかさ、あと新、まあ、あの、比較的新曲のやつ、例えば、エンジェルベイビーとか骨とかさ、 うん、あと、少年少女もやってたね。うん、だから、古い曲か新しい曲、もバラエティ豊かで。で、あと、隙がないんですよね。ミネタさんって。もう、なんて言うんやろ。MC でちょっとグダるっていうのもなくて、で、曲の、曲のこの間、まあ、一回ちょっとなんか、カップをつけたまんまで弾いてしまって、まあ、それでちょっと一回曲止めてた部分はあるけども、でもそれ以外はほんとね、スムーズで、でしかも2時間20分。 ミネタさんミタさんてか銀南ボーイズの部分だけでいやすごいよね俺ね結構さ長いライブっていうのはあんま好きそこまで好きではないんですよねやっぱ1時間半とかが1時間半タイプが好きでや,やっぱクローマニオンズとか、まあ、海外でいうとねあのデッチーとかさそこら辺ノエル・ゲラガーとかあそこら辺もまあそこまではやんないわけですよ2時間20分もでもね この銀杏ボーイズ、まあ、2時間20分やってたんだけど俺からするとえもう終わりなのってやっぱ思っちゃうぐらいのもっといろんな曲やれよって思いましたね駆け抜けて青春とかボーイズ・オン・ザ・ランとかあと何やろ、まあ、ヨメコンさんの好きなアイドル・ワタダ,ダイとかやってないんだけどもいやもっとやってほしかったけどもまあでももう2時間20分でこんだけやってくれたら、まあ、十分かなと思ってであとゲストのね あのマオコロブラザーズのヨーキングさん。いやヨーキングさんも生,生では初めて見て、まあ、アルバムは何枚か持ってて「あのドカント」って曲あるじゃないですかあのよく甲子園で流れてるあれをね、まあ、MC であのこの前テレビ収録で歌ったんだけどあだこうだみたいな話してて本当話も面白かったしあと「遠いにおい」っていうねあの銀魂の主題歌もやってたあれこれも読み込んさんも好きで,で俺も好きなんだけどそれもやってくれていや このヨーキングとギンナンボーイズ、この二組で6900円やんチケット。いや、もう安いと思うよ、本当に。もっととってもいいぐらいだと思うけど、でもそのさ、もう素晴らしいライブ6900円で見れたのは本当嬉しかったし、何よりライブ自体は最高だった。ただ、そのベクトルを間違えて足で的になっているお客が、 ちょっとすごい深いというか、まあ、ぶ、まあ、実際ぶち入れてしまったんだけど、それがなかったら本当満足のいくライブかな。だから仮に、ヨメコンさんと今度また一緒に銀杏ボイズのライブ見に行くとしたら、例えばナンバーハッチみたいな2階のところでライブ見るかもしれんし、まあ、例えば、あの、うちのバンドの大番組、彼も銀杏が好きやから、もし一緒に行くってなったら1階になるけど、ヨメコンさんと行くってなったらまあ2階の方で見るって感じになるんじゃないですかね。うん。 いや、でもほんとライブは良かった、マジで。もうこれはほんと申し分がない。もう,う、あの、後ろにいたおっさんだけはうるさかっただけやけど、それ以外はほんとね、不満はなかった。だからね、いい、めちゃくちゃいいライブだったからこそ、すごい悔しいんですよね。その後ろにいた最後のね、この東京の時の後ろで熱唱してるおっさんが。もうそれさえがなかったらもうほんといいライブやったから、マジで悔しいですね。だからまたね、リベンジって言うんですかね、やっぱリベンジしたいですね。 うん、あまりにもぶち切れてもう帰り際俺もうすげえもうペットボトルを地面に投げつけてましたからねだからこの動画を見てるさその日来てた人たち多分周辺ごっちぶち切れてる若者がいたかもしれないですけどあれ俺ですわとりあえず、うんまあ、ぶち切れたくはなかったけどでもこれもうぶち切れないともうどうにかなりそうな気がしてね、まあ、実際もう帰り道で外国人と揉めてしまったんですけどね生きりすぎて生きりすぎてていうかぶち切れてしまったんですけどね、はい まあ、そんなでさ、不快になるんやったらライブに来るなとか言うかもしれんけども、いや、声量はコントロールできるでしょって俺は思いましたね。まあ、いや全然さ、合唱するのはいい,いんですよ。何回も言,う言ってますが。ただね、そんな爆音で歌わんでもいいでしょって思っちゃいましたね。程よい声量というものをね、ちょっと理解してほしかったなと思いますわ。はい。まあ、というわけでね、またね、銀杏がね、 あのまた5人編成でやる,やるぜみたいなね、ああだこだ言ってますが、またちょっとね、見に行きたいなと思っております、本当、ライブは良かったんでね、また見に行こうかなと思っております。というわけで、ご視聴ありがとうございました。